外出てきたのかな。怖っ。草むらはある。相手。元気のギャゲラ。一匹ぐらい戦っておくか。あ、金目じゃねえか金目。お前こんなとこにも出たのか。リーフブレード、もういるからいい。どうかは軍閥である。ダグトリオとこいつとガントルしかまだ出てきてないのかな。野生はガントルばっかりだ。ガンゾルさんはね、頑丈が鬱陶しいんで逃げます。もう一回、もう一回だ。はい、あー、あやめじゃなかった、剛力。普通についばむか。ついばむで倒せるだろう、レベル差あるし。あんま自分にダメージ返ってくるやつは使いたくないんだよ。よしよし、おお、攻撃力4も増えた。努力値超もらえそうだもん。てかもう努力値マックスだろ。よし、まあ怪力じゃなかった剛力も出ると。狭い狭いからゲンダロス帰りなさい。なんかそんな気がした。試練1にこんなマップあったよねっていう。あ、リガルディキューブ。あ、ゴルバットだ。ズバッとゴルバットにしてたっけな。まだだな。まあいるからいいや。ハゲ縫い、どこで、ぐるっとネット。上から行くとなんかありそうだ。ああ、戦わなくて済むのか。いいよ戦うから。山男、山を登るなら山のこと、そこにいるポケモン、出会うトレーナーのこと、あらゆることを知っておかないとね。今作の山男はいいわ。キャラが良すぎるわ。山男の、雄一郎、雄ちゃん。ああ、恐怖。古代ポケモン。岩彦かな多分。タゲ塗っとこう。マッシャツ超強い。ラムパルド、これも岩系の木だ。型破りだ。お前は私のリーフブレードによって切り裂かれるのだ。効果は抜群だ。いやー、山行ったと山行ったは似てるな。今週のノルマあんま金持ってねえんだよね山男。守り神カブたちのお気に入りの場所を守るのが主ポケモンらしいぜ。どこだ、ここ。あ、入れそう。あらあら、メレシー。はい、リーフブレード。
急所に宿った。裏道だからここが正規ルートじゃないと思うんだけどな。コマちゃんもそろそろかな。まだか。ん？普通にアイテム。あー！初代ポケモンあるある。これで近づかれて結局通れないってやつ。戦うのが好き。技を出すのが、そして勝つのが大好き。ベテラントレーナーの弥生さん。あ、スターミーだ。エスパー。影縫いのね、技ポイント減らしたくないからリーフグレードでいくか。てか両方少ない。やったね。ファイヤーアロー。ペリー、お前の出番だ。あ、もうすぐ進化するやつだ。雨降らし。飛行炎。はいはい、ネットお湯かけてやれ。お湯。アクロバティック。なんというアクロバティックな動き。口からネット。やったぜ。マシェード。マシェード、キノコだ。あ、草かな。まあエアカッターがある。エアカッター、倒しきれんな。キノコ方式が 100% 睡眠。あったろ。なんでも直し。眠気覚まし、一番初めに買ったから使わないともったいないよね。はい、眠気覚まし。ムーンフォース。何？月の光が。サテライトキャノン。超強い。倒してしまえ。サテライトキャノンあるんだ。やっとぜ。負けたわ。だが負けた。ポケモンも愛おしいの。ベテラントレーナーってババアじゃねえか。よし来た。さあ来たぜ。はい、コマちゃんはファイヤーローに進化した。もうコマちゃん関係なくなってしまった。まあコマちゃんのまま目つき悪いな、このコマちゃん。もう別物だよなこれ。ファイヤーロー、炎の矢。高さ 1.2 メートル、重さ 24.5 キロ、時速500キロ。はやぶさより速いじゃねえか。火の粉を吹き出しながら爆発する流。速そう。コナミか。あ、負けるのは嫌い。負けてどん底に落ち、そこからもがいて這い上がるのは好きで好きでたまらないのよ。湯牧場だ。日吉若し。寝牧場だ。バンバドロ。コツンコツン。ほらほら。あ、バレた。エリートトレーナー、エリートだらけだなここ。あらかわいい。にっんフェアリーかい。まあいい。効果ありだからフェアリーはなさそうだな。もう多分ツイパムで倒せるだろっていう。この花むしってやれ。
あ、耐え上がった。超の舞。特防が上がった。こんなしてどうすんの。ついばむでその花。あ、先生の高校生で回復された。いや耐えれんだろ。はい、ついばむついばむ。はい、花むしってやった。マニューラだ。こいつ悪だよな。悪は悪に強いやつを特にいないっていう。悪に強いな現実。よし、現実ポケモンだ。浮いてるよ。プレッシャーだと。お前なんかラスターカノンを食らえ。辻斬り、結構なダメージ。急所に当たった。超強い。どうやら軍閥。急所当て返してやった。なんなん、追い風を覚えたい。あ、いらないです。なんでポケモンなの。素直に負けを認めます。ポケモンが好きで好きで好きで心が苦しくて、だから勝負でみんなを輝かせるの。高速で移動した。これショートカット。あ、アイテムだ。よかったよかった。マジカルシャイーン、ゲッター。シャイーン、シャインスパーク。罠だったねこれ。ガンマドロガーシ。あ、ゴルバット行ってこい。10分。ちょっとそろそろ技ポイントが危なくなってきたんだよな。影縫い、まあ伝説ポケモンと戦う前に分かるだろう。そこでセーブして。レベルが60181。悪巧み。悪、悪いことを考えて、いや特攻とかマジいらねえから。全部物理型だから俺。ん、誰か来た。お、追いついてきた。ポニの大峡谷、大変な道のりです。すごいですね。あの、私頑張って橋渡れるようになりました。高いところ平気です。今度はマハロ参道の吊り橋も渡れる。吊り橋落ちてるよな。そういや、私の試練。安い試練だな。ゼッ、まあ、高所恐怖症の人にとっては結構なんかこう嫌な視点だな。落ちてもおかしくない。1カメ、2カメ、あ、上から闇ガラスが。不吉だ、不吉だぞ。フラグまみれだけど落ちそうになって星雲ちゃんが助けてくれる。普通に走ってきた。あ、これ一番初めもこいつらに絡まれたのか。そういう、でも橋が丈夫だから大丈夫だろう。抜けた、やったぜ。ぬるい試練だな。おい、渡れましたし。うわ、ぬるい試練。自分に優しいな。ほら、お前ら帰れ。私なりの試練達成です。すごいですか。うん、うわ優しいな俺。好感度アップしちゃう。今のタララーンって音したかもしれない。あ、回復してくれた、やったぜ。
大丈夫ですよ。すごい傷薬も元気のかけらも PPA もたくさんありますから。ゴールドスプレーの数は心もとないけど。いいね、頑張ってるロト、すごくかっこいいロ。でも先に俺がさ、あのトレーナーたち全員倒してるしさ、敵と戦わなかったら元気のかけらとかいらねえじゃんっていう話なんだけどね。いいけどさ、全部俺がやるけど。謎解き系かな、とディグダかなあれ。ですよね、ダグトリオです。なんていうかな、でもここ炎置いてもな、岩系も多いからな。炎も使える、水ポケモン、炎水のポケモン、なんかすごいな。炎水フレイザードかよっていう。リーフブレード、やったぜ。ポケモンチェンジしに帰りたい。ジガルデキューブ、特に調べられんな。よし、ほっとこう。そろそろスプレー使おうかな俺も。もういいかな、そろそろスプレーか。でもレアなポケモン出るかもしれないしな。うまく逃げられた。おいで怪力。ほら、こっちでよかったっけ。よくない。え、いいのか。いいんだ、いいんだね。オッケー、うん、スプレー使おう、もういい。こう謎解き系の場所で途中にバトル挟むと、何やってんのか分かんなくなる時ある。ね、影抜い、野生のグルガスを倒してやったわ。バックゴールドスプレー、虫除けスプレー、手ずまだ6個残ってるからこれ全部使っちゃうか。どーん、お姫様抱っこ、これが来い。いやー、カイリキさん超頼りになるわ。階段、はしご、なんていうかね、外れの道から行きたい。ダークボール見つけたよ。ありがとう怪力さん。あら、ジガルデキューブにジガルデのかけらを集めておいたよ。ありがとう怪力さん。